この項目では、日本の馬の品種改良を目的に1905年に計画され、翌1906年から30年間にわたって実施された馬生第一次計画について記述する。日清、日露戦争で日本の軍馬が諸外国より著しく劣っていることが明らかになった。このため日本の馬を大型化し改良するための馬質改良30カ年計画が立案。 実行された。30年に及ぶ馬政計画は大成功を収めたとされたが、引き続いて馬の専門文化を図るための新たな馬政計画が始まった。この時に当初の30年計画を馬政第1次計画とし、引き続くものを馬政第2次計画と称するようになった。臨時馬政調査委員会委員長のソネアラスケ1904年2月10日に改選した。 日露戦争において、日本陸軍は、軍馬の多くが、戦場の環境に適応できず、疲弊して倒れる事態に見舞われた。これを受けて、同年9月、臨時馬政調査委員会管制が交付され、曽根荒らを委員長とする臨時馬政調査委員会が発足。馬政進行及び馬匹改良と、第2期の2期30年間からなるものであった。これに伴い、象徴格を持った。 和政局が設置され、計画遂行に当たった。同局は、1910年に陸軍障害局に降格し、第1期が終了した1924年には廃止されて、農商務省がその業務を引き継いだ。第1期計画では、品種改良実施のために10の項目からなる考量が作成され、国内の3分の1の馬について、品種改良を図ることが目標とされた。 全国を6つの馬政管区に分け、それぞれの管区に、産馬事業の指導監督や、馬質改良の監督を行う馬政官を置く。全国に15の種馬場を設け、品種改良のため1 5 0 0頭の国有種母馬を、つなぎ用して、民間の繁殖品馬と交配させる。全国に3つの種馬牧場を設け、種母馬及び繁殖品馬を用いて国有種母馬の生産を行う。 種馬育成所を一箇所設ける。種馬所、種馬牧場、種馬育成所では良質の牧草を得るための工作を行う。国有種母場の充実、補充のために毎年国内外で馬筆を購入する。民間所有の種母場については、資質向上のために合格標準を定めた上で厳正な検査を行う。馬筆共振会、競馬会を奨励し、 サ馬事業の改良発達にしすべき諸般の奨励を行う。サ馬組合の事業を奨励する。馬筆の巨星の奨励、巨星技術に関する調査、巨星技術員の要請を行う。第一期計画に基づいて実行された主な政策について記述する。馬政局、馬政委員会の設置要項を実現のため、1906年5月に、 馬政局管制に基づき内閣総理大臣の管理下に馬政局が設置された。さらに、馬政委員会管制に基づき、馬筆改良に関する総理大臣の諮問機関として、馬政委員会が設置された。種馬所、種馬牧場、種馬育成所の設置1906年から1912年にかけて全国に5つの種馬所、2つの種馬牧場、 一つの種馬育成所が設置された。国有種母馬共用方針の策定従来の日本の馬産は地区ごとに繁殖が行われており、馬の特徴は地区ごとに大きく異なっていた。そのことを踏まえた上で、馬質改良を実現するべく、全国の馬産地を上馬産地、軽馬馬産地、十馬馬産地、昇格馬産地に分類し、それぞれの馬産地における、 国有守護場の共用方針を策定した。アングロアラブ外国からの馬の購入政府は1905年、日露戦争の長期化によって群馬が枯渇することを懸念して、オーストラリアから1万頭余りの豪州馬を輸入した。日露戦争が長期化することなく集結したため、それらの馬が群馬として用いられることはなく、約3600頭の牝馬と97頭の 種ボバを農商務省が保管し、第一期計画公用における馬筆購入の目標達成に充てることになった。農商務省は、品馬のうち100頭を種馬牧場の繁殖品馬、ボバのうち86頭を種馬署の種ボバとし、残りを民間に貸し下した。豪州馬は馬筆改良に大きな役割を果たし、1914年に開催された。 東京大賞博覧会に出品された54頭の内国産の馬筆のうち40頭を豪州産品馬の産区が占めるなど高い評価を受けた。その後も政府は外国から馬の輸入を計画したが、日露戦争後にイギリスなど主要な馬産国は日本の軍備を警戒してトヌヨス、品馬の輸出を控えるようになった。やむを得ず、各国から 様々な品種の馬を少しずつ導入することになり、日本国内では多様な品種が乱立することになった。例えば、軽種については、アングロアラブ及びアラブ州をディドランや内国産のアングロアラブで、中間種については、ノーニュースをアングロノルマンやハクニーで代用するなどの措置が取られた。虚勢の実施日本軍の軍馬は、気象が荒く、1899年の義和団の、 乱において共同作戦を行った欧米各国の軍人からは馬のような格好をした猛獣と評されるありさまであった。対策として群馬に虚勢を施す案が検討されるようになり、1901年に原則として全ての3歳以上15歳未満の大馬に虚勢を施すことを義務付ける虚勢法が発布された。しかし、去勢技術員の養成など制度を整備するための 準備期間を確保するために、同法の施行は延期された。第1期計画の計画考量が発表されたのは、その最中のことであった。日露戦争の勃発により施行はさらに延期され、初めて同法が適用されたのは1917年のことであった。同法の施行が延期されていた間に、政府は巨勢奨励金を交付して、巨勢の普及に努めていたが、 この間に巨生への理解や最新の巨生手術への安心感が馬の所有者に広がっていたためこの年全国1123カ所で行われた巨生に対する評判は良好であった。1906年から1916年まで年間約9000頭だった巨生頭数は1917年以降大ね都市3万頭以上に増加した。第1期計画は 予定通り1923年度をもって終了し、計画を上回る国内の馬の3分の2について、品種改良の成果を得ることに成功した。第2期計画では、国内の馬質のうち、第1期計画で改良された残りの3分の1について、品種改良を加えるとと,ともに、自給力が大きく用途の広い馬を生産することに、目標が置かれた。 国内の馬質の相当数として150万頭を維持する。品種改良のための種ボバの目標等数は6000頭とする。種類別には、軽種を10から20%、中間種を75から85%、重種を5から10%とする、要供用方針を定める。生産馬の体系を整理し種類固定の基礎を築くため、漠然と海外の種ボバを輸入することを改め。 輸入するシュボバの種類を制限についてはアラブ種、サラブレッドアングロアラブ。中間種についてはアングロノルマンハクニー。重種についてはペルシュロンする。生産される馬には当時の平均的な日本人の体格に適合した体格と速力、持久力が要求された。馬の種類としては中間種を多く生産することが求められた。 国内の繁殖品馬の種類固定が進み、軽種がアラブ種及びサラブレット、中間種がアングロノルマン、重種がペルシュロンへと統一されていった。それに伴って体格の向上も進み、シュボバについては農商務省が訓令によって定めた体系標準に合致するシュボバは1916年には146頭で、あったが1926年には417頭。 1932年には1255度に増加した。繁殖品場についても、農商務省が訓令で定めた体系標準に合致するものが年々増加した。当初から第1次、第2次の60年計画だったわけではなく、第1次の故障は当初は存在しない。北海道の歴史と文化罰質改良30可燃計画の第一期における、 北海道の太陽 P343 北海道市研究評議会2006その後、馬政局は1910年に陸軍大臣所管の機関となり、1923年に廃止された。馬政局と同様に1910年に陸軍大臣所管となった北海道の歴史と文化馬質改良30可燃計画の第一期における 北海道の太陽 P347 ありがとうございます。